9月6日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオからダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。はい、9月に入りましたね。あっという間に8月は終わってしまい、9月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、ちょっと告知をしなければいけないことが盛りだくさんでございます。はい、まずはですね、もう、5日後やん。5日後とかになります。9月11日水曜日から16日まで。梅田芸術劇場シアタードラマシティ。はい。こちらでですね、ゆずかれいさんのファーストソロコンサートタブロー。はい。こちら私、振り付けで携わらせていただいてます。はい。ゆずかれいさんはですね、宝塚歌劇団を退団し、元花組トップスター、はい、ゆずかさん、退団後初となるコンサートになっております。はい、リハーサルとかお稽古の方もですね、東京の方でやっておりますけれども、本当にかっこいい。はい、とにかくかっこいいでございます。はい、もうぜひね、見てほしい。うん。それからなんか、本当にね、演出もね、すごく楽しみだなって思うこともたくさんありますし、はい、私もとにかく楽しみ。本番がすごく楽しみでございます。ぜひ皆さん、タブロー、はい、見に来てください。よろしくお願いします。そしてですね、はい、先日、発表されました。今年もやります。デイデイの企画、高校生ダンス部動画フェス2025ラブダン。はい、ビーラブダンス。はい、今年も実施します。そして今年も私も振り付けで携わらせていただきます。はい。で、今回の課題曲。はい。前回はですね、ディッシュさんでした。はい。ディッシュさんでしたが、今年はですね、この方々です。5人組男性アーティスト、ダイスさんです。はい。ダイスさんはもう、とにかく今バズりにバズりまくっていますね。本当に。アイワンダーとかもね、みんな、ピー音が止まった、ずっとみんなやってますから、もうアイワンダーも、かなりのこの、再生回数というか、YouTube とかもすごいですし、はい、とにかく今、本当に大人気のダイスさんが、はい、今回、曲を、はい、書き下ろしていただきました。でですね、今回特別なことにですね、今までは、決まりのダンスみたいな。これ共通してみんな高校生ダンス部でみんなが踊る決まりのダンスがあるんですけど、それを、私、アカネが、こう、振り付けしてたんですが、今回はですね、ダイスの花村聡太さんが、一緒に振り付けをしていただけるという、超、ミラクル、超スペシャルな、はい、今回、企画となっております。はい。高校生のみんなも、だからめっちゃ嬉しいんじゃないですかね。でも、実際にね、制作も一緒にさせていただいてですね。今までの、その高校生のラブランとか、これまでダンスアンプロジェクトとかもやっておりましたが、はい。また、全然違った感じでして、曲なんかもね、ちょっとこう、はい。しまだ、ないんですけど、とにかくね、ちょっと今までとはまた違うテイストで、はい、今回ありますので、高校生のみんなもすごく刺激的かなと思います。で、ちょっと難しいダンスを一緒に考えてしまいましたので、はい、皆さん楽しみにしていてほしいと思います。で、エントリーの方はもう始まっておりまして、はい、日テレ、デイデイの、公式のホームページにも載っております。はい、高校生ナンバーワンダンス動画を決定するというね、ちょっとまあコンテスト形式に、なっておりますけれども、皆さんぜひ、ダンス部の方、ぜひエントリーお願いします。そして、もし、周りでね、ダンス部で頑張ってる、高校生の皆さんが、もし、いましたらですね、ぜひ、この情報もね、告知してあげて
ほしいなというか、本当にみんな参加してほしいなと思っております。よろしくお願いします。そう。で、なんかね、このね、今回ね、応援サポーターっていうのにね、アバンギャルディも、はい、選ばれまして、今回アバンギャルディも一緒に、このラブダン、はい、盛り上げていきたいと思いますので、皆さん、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今週のアカネクラブは、アバンギャルディのおかっぱトーク、そして、ミーアイのリノンさん、ココーナーさん、あやねさんからのメッセージもお届けします。そして、新入部員候補を連れてきましたのコーナーでお届けいたします。はい、ということで、じゃあ今日の一曲目、どうしようかな、ということで。ね、もう、最新曲、珍しくね。うん、こげちゃおうかなと思いまして。はい、最近さ、ブルーノマーズ、まあ、今からブルーノマーズの曲が来るんですけれどもね。ブルーノマーズが最近、ドンキー、どんどんどんドンキーでおなじみのドンキホーテ、ドンキの CM やってるのご存知ですか？もうめちゃくちゃド派手なドンキで撮影されてるやつ。あれに、私も、知り合いの、みゆちゃんっていう、ハウスのダンサー、ハウスっていうダンスのジャンルのダンサーが出ています。というのも、これすごくて、ブルーノマーズが本人直々というか、みゆちゃんに連絡して、で、みゆのダンスが踊りたいっていうことで、で、みゆちゃんのハウスをブルーノマーズが踊ってるっていう、めちゃくちゃかっこいいんですよ。そう。これがね、今もうテレビでガンガン放送されてるんで、ちょっと見つけたらぜひそのみゆちゃんのダンスにもね、注目してほしいんですけれども。で、しかも周り、4人ぐらい、ブルーノマーズの周りで踊ってるダンサーの子たちが、みゆちゃん含めてなんですけど、みゆちゃんとみゆちゃんの生徒さんで、若手のフレッシュなダンサーで踊ってるというね、このね、ダンスがマジでかっこいいなと、あと普通にもうブルーノマーズがダンス上手すぎるっていうね。はい、そういう話題となっておりますが、はい、こちらの曲も話題となっております。はい、レディー・ガガとブルーノマーズで、Die with a Smile。アカネクラブ FM 大阪アカネクラブリスクスのアカネです。それではアバンギャルディのオラはい、ということで今週はこのお二人が来ています。自己紹介お願いします。ファニーアバンギャルディとミューアバンギャルディです。よろしくお願いします。モグリンかっていうぐらいその息をさ吸い上げて食べるの喋るよって合図。いや、いいんですよ、そんな。食いに来たらビビるから。ビビる。もういいんかなと思いました、今。やめてください。はい、ということで、お二人が来てくれました。パニさんは久しぶり。いや、早くないですか、来るの。そう、二人のが一番最近。そうそうそう。だからいつよ。もう5ヶ月も前になるか。違います。違います。そうですか。はい、うん。来年なるかなって言ってる。そうやね。予想はね。え？うん。そうそう。そうってぐらい来てなかったから。なるほど。まあでもちょっと来てくれました。はい。来れました。ありがとうございます。いえいえ。はい。ということで、もう早速なんやけど、はい、今日はたくさんねメッセージが届いてるから、うん。いろいろ紹介しながら。はい。ちょっと、お二人のね、近況なんかも聞きながらって感じでございます。はい。はい、ですね、大阪市西淀川区のアコさん、あかねさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。一週間頑張ってヘロヘロになった金曜日、あかねクラブが、毎週の癒しでございます。ありがとうございます。いつも元気をくださってありがとうございます。こちらこそです。そう。で、ここなんですけれども、夏のイベント。台風でキャンセルになってしまって。そうですよ。残念でしたね、と。そうなんですよね。本当に、先週か。先週ね、ちょうど台風がね、ノロノロ台風が上陸した。めちゃくちゃノロそう。呪いノロやったなぁ。言われてましたもん。ね。初めはね、自転車こう出たらしいんですけど、途中からジョギングに変わってたら。そう、なんかね、ちょっとわかんなくて、結構もう一週間前ぐらいからね、来るよ、みたいな感じで、もう早々とイベント中止とかもね、こうなったりしてましたけれどもね、はい、出演予定だった二つのイベントがね、中止になってしまいました。はい。で、ところでですね、ワンマンでの、ワンマンライブですね、はい、ワンマンライブ
とか、まあ、イベントとかで、全員で踊らない演目がたくさんありますよね。はい。確かに、少人数で踊ったりする演目もありますが、誰が何を踊るのかは、あかねさんが決めてるんですか？メンバーの皆さんは、あのメンバーのこれ、私、踊ってみたかったっていうのは、ありますか？言われてますか？そうですね。まあ、基本的に私、あかねが、誰が何踊るかは決めておりますけれども。はい。なんかあったりしますか？なんかこう、あの人の、これ踊ってみたかったあるか。はい。言っていいんですかね、これ。パニさんはなんかありますか？はい。あの、ボタゲーの曲？はい。あの、アバンギャルディも今イベントとかライブとかで、その、オタゲをね、やったりするんですけれども、うん、それは、ミユさんもね、出てたりしますよね。はい。IP ライブからスタートした、はい。あれなんですけど。やっぱり海外では、こう、日本のね、オタゲっていうのが結構、湧く。うん、多いでしたね。そう。で、オタゲっていうのはサイリウムね、あの、光る棒を持って踊るダンスなんですけれども、それやってみたかった。やってみたかったです。ミズさん。履けてる時にここで練習してるんですよ。なるほど。出てないのに、誰よりも一番遅く練習してましたね、毎回。ああ、なるほど。オタゲやってみたい。憧れです。うん、あれでもいいよね、見てる方もなんか、ね、すごい爽快というか、はい、あの、アバンギャルディのオタゲまだ見たことない人いると思うんですけども、結構ね、激しくね、うんうん、あの、キレキレに。いや、もう、ブンブン、もう肩が、そう。踏んちゃうかっていうぐらいに。オタゲ、踊る人たちってさ、なんて言うんだっけ、うちしとか言うやんな。そう、うちしって確か言うっぽいね。わからへんけど、間違ってたらごめんなさいね。でもなんか、それで、その、本家、まあ、言ったら、そのオタゲをこう、極めてる方々の、YouTube とかを見てみんな研究してね、こう、振り付けとかも、こう、なんか参考にしてる。ですよ。これだから、あの、これの振り付けに関してはもう、ほとんど、あの、ノナさんが考えられているので、これ、あの、振り付けね。もともと、そうなんですよ。オタゲを、ノナさんは、なんか、てか、まあ、それだけじゃないけど、結構いろいろモノマネして何でもできちゃうんで、なんか研究してね、ノナさん考えられております。はい。じゃあ、いつかまた出てみてください。はい。はい。ミユさんは何かあります？ああ、まあ、それこそ、あの、ワンマンライブの時の、うん、あの、ジャンボリミッキーとか、はい、あの、もう一個今回の妖怪ウォッチの、あの、妖怪とかになってみたかったです。もう何も見えへん状態で、あの、みんなが、あの、あわあわしてるのを、あの、第三者として見てただけだったんで、実際にやってみたいな。あれも難しいから、面白い。見えないからってことですよね。見えないっていうか、あの、面白くなるのが難しいよな。はい、ああ、なるほど、なるほど。受け狙いすぎたら思んないし。そうですね。なんかちゃんと自然にやれる人が結局面白くできるから。そう、あれは確かに難しいんですけどね。そう。やってみたいです。ああ、なるほど。でもなんかこう結構、そうですね、少人数の演目っていうのは、ちょこちょこあるので、なんか似合う人をね、あの、この子はこれ似合うかなみたいな感じでね、うん、決めているので、はい、なんかいろいろ、みんなも経験してほしいっていうか、体験してほしいです、はい。いろいろね、イベントによってまた違うので、はい。じゃあ次。うん。すごいです。じゃあちょっとこれ、読んでみて。えどうぞ。ラジオネーム、シンガポールさん。おぉから、ハロー、アカネさん、ノナさん。まっちゃんさん。うん、前回の。前回来てくれた。あ、こっちですね。うん。I would like to win the シンド。もうね、あの、アバンギャルディの能力がなさすぎるって、ほんといろんな人が言われてるんですよ、今。もうちょっとできた方がいいんじゃない？どうですあ、そう思いますよね、こんな方。ちゃんと呼んで聞いてるから。まだいいよ。モロッタって、みんなシンネット。はぁ、何言ってんの？プリーズ。いい加減にしてくれ。ホープトゥシーアバンガルディ。いや、アバンガルディが呼んでくれ。シンガポール or マレーシアス。めるだろ。なんて言ってた？この方、シンガポールさんは。本当にわかんない。わかります？いや、わかるだろ、これは。なあ。
また来てねってことですよね。違います。違いました。ですね。このシンガポールさんはですね。はい。ポラロイド、プリーズって言ってるじゃないですか。だから多分、チェキが欲しいんじゃないですか。ポラロイドって言うんですか、チェキのこと。そうですよね。ほら、私の方が分かってるじゃん。カンニングしたでしょ、絶対。いや、分かるでしょ。プリーズは分かるよ。ないですか。そして、アバンゲルディに会いたいので、シンガポールとかマレーシアに早く来てって言ってます。欲しいよ。見たいよ。っていうようなことを。なるほど。会いたいよって言ってくれてます。ありがとうございます。本当にいい加減にしてほしいです。あなたたち。ポラロイド。ポラロイド。違う。ね、でもね、本当これ、アカネクラブってこう、海外でも聞けるんですかね。わかんないですけれども、ちょっとそのあたりは。わかんないですけど、海外の方も聞いてくれてるって。すごいですよ、すごい。英語でコメントくれました。ありがとうございます。Thank you so much. Thank you so much. 嬉しいよね。嬉しいし。シンガポールも長らくね、行っておりませんよね。3年前って感じですよね。3年前か。3年前。うん。結構バズり出したというか。そうですよね。そうですね。TikTok とか Instagram でシンガポールで撮った動画が結構バズった。そうやね。ちょっとまた行きたいし、その時はもうほんと6人とかでしか行ってないからね。はい。ぜひみんなで行きたいなって思います。行きたいです。はい。Thank you. Thank you. じゃあ、ここでですね、曲行きたいと思います。じゃあ、パニーさんから。はい。はい。最近、うん、アニメのナナにハマってまして。懐かしい。そう。で、その主題歌。ああ、懐かしい。アンナイン好き、ナナさんで、ローズ。FM 大阪、アカネクラブ、振付師のアカネです。今日の、おかっぱトークは、パニー・アバンゲルディと、ミュー・アバンゲルディが来ております。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ次、メッセージご紹介します。はい。ラジオネーム、熊本県の孫さん。アバンゲルディを知ってから、家に帰ってからは、アバンゲルディの映像しか見てない生活になりました。いつも感動と楽しさをありがとうございます。あかねさんがおすすめしてた、地面師たち見ました。一緒一緒。そこで、皆さんがおすすめの映画とかを教えてください。ああ。地面師見ましたか？見たよ。え？あれ？あれ？ちなみにネットフリーは登録されてます。もちろん。お、それだったら見ますよね。うん。もう今超話題のね。でも、私、この地面師たちを、とにかく見てくれっていうことで、このおかっぱトークでね、もう熱弁したんですよ。はい、そしたら、会員。ミユさんが。ネットフリックスの会員になりました。早速見てくれまして。もう、一つで見て、もう、一日で見終わりました。全部。映画ですか？映画じゃない。映画ってかドラマ。ドラマ。もうええですやろ。わからへんや。ああ。わからんねや、これが。見た方がいいです、絶対。あります。めっちゃ面白いよな。でも、あかねさんに教えてもらった映画とドラマとか全部見てますね、今。そう。じゃあ、その中で、みゆさん的にもおすすめ、こう映画とか教えてくださいって言われてるよ。どうしよう、ほんまに。選ばれへん？はい。でも、はい。じゃあ、今。いろいろ出てきちゃった、頭の中に。危険なやつかな？何やろ。危険なやつじゃないんですね。あ、違うやつ。今見てるやつにします。どうぞ。2個で、はい。ドラマです。ドラマ。アンナチュラルと、MIU404 かな。読み方わかんないんですけど。うん。ミュウやらしい。ミュウじゃないですよ。あ、ミュウ。ミュウ404でした。ミュウです。ミュウ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 404でした。ミュウ404。っていう、なんかミュウっていう、ミュウですよ。部署みたいなのが、ミュウ。部署のなんか略みたいな。の404はそういうチーム名。そう、ちょうどね、アンナチュラルとミュー404の世界が交わったラストマイルっていう映画がね、大ヒット上映中でございます。めっちゃ行きたくて。でも、もうちょっと難しいとかも、ちょっと噂についてます。一回じゃちょっとわからん人もいる。難しい。考えさせられるけど。うわぁ。あー、でもいいじゃないですか。私も、両方ともリアタイで見てましたから。リアタイで。
はい。てますから。私がな、結構だから私は、グロい系とか、あれですか、怖い系とか、まあ、まあ、それこそ地面師たちみたいなやつがもう大好きなんですけれども。これ言う？まあまあ、悪くない。いや、悪くないですよ。でもちょっとみんな怖いんちゃう？禁止派が。もう終わりました、ネットフリックス。あ、配信終了？はい。見てるときに、プチってきました。ちょうど、その配信が終わる日に見てて、自分が。なるほど。もう見てたら切れました。ちょっと待って、でも私、なんかめっちゃ楽しみにしてるものが実はあります。いや、それを言います。そう、そうですね。ですね。この前のセカンドワンマンライブでお世話になりました、ユリアンさん、ユリアンレトリバーさんが主演を務められます、ネットフリックスシリーズ、極悪女王です。知ってる。このプロレスを題材にしてて、その、ダンプ松本さん役をユリアンさんが演じられるんですよ。でも、本当にすごい。ちょうどね、私、だから、ユリアンさんがその撮影されてる時も別現場で、一緒やって、そうなんです。もうすごい過酷な撮影してるっていうのも話聞いてたので、はい。だから超楽しみにしてるんですよ。それが、もう9月19日で、もう間もなく、そうなんです。だからすごい私はそれを楽しみにしてます。そう、見たよな。はい、そう、だからそれが一番のおすすめかな。これから、はい、あります？パリさんは。最近、再放送してたんですけど、わかりますか？せーの、トトロ？違うそういう金曜の的なやつじゃなくて。あれ？見てます。トトロではない。トトロではない。間違えた、はい、ネットフリックスに最近出てきたんです。何か教えてよ。シング。聞いたことあるわ。私の、あります、ね。聞いたことある。聞いたことある。もう一回見て、三回目。シングの、ワンですか？いえ、ツー。ネクストステージ。あらまあ、聞いたことあるな。ありますね。あるな。あれ、そう、ご覧になられてるんですか？はい。そんな三回も見てくれたんですか？はい。映画館と、あと、飛行機と、めっちゃ見る。あと、ネットフリックスで。それなんか、めっちゃおもろいのが。機械の方で。はい。あらまあ。あかねさんもめっちゃシング2飛行機で見てて。見てましたよ。ほんで、なんか見てて、ほんで、なんかあかねさんは前に座ってあったんですよ。で、私は後ろ座ってて、で、私出てきたってずっと、後ろにアピールしてきて、新幹線飛行機で。めっちゃおもろい。ほんまにめっちゃおもろい。でもな、あの時が、なんかその、まあもちろんね、まあ、改めて聞いてる人分からない人もいるかもしれないんで、私、シングの、ネクストステージ2の方で、ヌーシー、山猫のヌーシーっていうキャラクターの吹き替え声優をやらせていただいたんですね。マジでなんでって感じだけど。いやいや。めっちゃ赤目さん。で、なんかそれで、まあ、一回はそれは見るやん。一回は、あれやな、確認で見ました、普通に。はい。で、その後に、映画館で実際見に行きました。はい。もうでもほとんど、なんか、自分待ってるとこが、恥ずかしいって言ったらあれですけど、ちょっとこっぱ恥ずかしくて、なんか、ちゃんと見れなかったです。え？で、その飛行機の時に、確かに飛行機にあるなってなったから、まあちょっと勇気を振り絞ってね、見てみたんですけど、やっぱ無理でした。無理でした。なんか、で、出たって、その、アピールした直後に、やっぱりもう、違う。切っちゃったんですか？切っちゃったんです。本当に無理で。その時はまだ。ただ、ネットフリックスに上がった時に、もう一回ちょっとチェックしてみたら、はい、なんかもう、ずいぶん前すぎて、なんか自分の声に本当に聞こえなくなってまして、はい。ついに見ちゃった。なんならちょっとこんなん言ったらあれだけど、本当にうまいとか思っちゃった。おいや、おとかやって。違う。これは、冗談っていうかさ。いやでもなんか自分って思わへんぐらいちゃんと頑張ってるやんって私思っちゃって。はい。私的にはもう映画館の時点からあかねさんやなって思ってました、ね。ほんまに？はい。でもなんか気づいてない人も絶対いるっていうか、この声が、ヌーシーっていうか。あでが、初めて知った人もいるんじゃないですか？アヴァンゲルディの話とか。いるかもしれないですね。やば？照れくさいんですけど、そうなんです。はい、声優デビューしております。はい。なんかネットフリでも見れる、うん、見れます。そうですね。あ、じゃあ、ちょっとありがとうございますね。ありがとうございますよ、ほんとね。嬉しいことですよ、はい。はい、ということで、おすすめ映画でございました。はい、ね。
じゃあね、じゃあね、じゃあね、これも言っとこうかな。ラジオネーム、宮崎生まれのポコビンさん、ネギリの天才、アカネさん、そしてアバンギルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。質問があります。アバンギルディは、どのパフォーマンスを見ても、口を開けて息継ぎしてる方は誰もいません。あんなハードな動きなのに、どのタイミングで息をしてるんでしょうか、教えてください。ちょ、開いてる人も、あかんでな。うん、います。あの、怒られるから私に、はい。でも、はい、これはあります。何どうやってやるんですか、あの、息継ぎは、うん、私も鼻で、全然できるので、口は開かないです。開けないんだけど、ならないの、それよりも、コンタクトが、パサパサしだしたら、下向いた瞬間にずーっと目つぶす。後ろ向くとか、ターンの瞬間とか目つぶしたりとか、あとこう、人に被った瞬間目つぶすとかあります。だからそのアバンギャルディは目を閉じてはいけないというルールあるので。ちょっと目が見開きなんで。まばたき禁止なんですよね、基本的には。だから下に下がった瞬間はもう基本目つぶってます。なるほどね。だから、その、やっぱ、まあなんて言ったらいいの、まあほんまに究極、まあライブとかはまだあれかもしれないけど、まあ、撮影とかでは、やっぱり、あの、ね、ずっとこう続けた動きで目こうパッて開けて、首振るとかも、基本、瞬き禁止とか言ってるんで、うん、なんかその本当に撮影中にコンタクトがポロ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 落ちてる子ね、いるよね。続出するよな。そうなんです。やばいとか言って。全然カットかかんないんですよね。あ、じゃあ息継ぎよりも、うん、そっちの方が、はい。マニさんは？私口開いてるの。あら開いちゃっていい？いや、頑張るんですよ、鼻で。うん、ずっと、あの、なんていうの、息継ぎをここでしようとかじゃなくて、うん、もう常に吸うように吸うようにして意識して、そう、もう最近はしんどいんで長いし忘れてしまうから意識しないと、はい、あ、そこまで、はい、なんでは最近はマシかもしれないんですけど、あ、なんかそういうと、あの花粉とか鼻水の季節が超しんどいですよ。どうするの。え、だから私、鼻の穴、開いて、あの、開いてるって、あかねさんに言われたんですよ。いや、まあ、でも開くのは仕方ないんだけど、なんか結構その写真で、スチールカメラで撮っていただいた時に、もうほとんどパニーの鼻の穴がこう大きく膨らんでおりまして、これは使えないよということで、それでちょっとあの、ご指摘させていただいて、こういうのやめてくださいじゃないですけど。鼻気をつけてくださいっていうのは。めっちゃ面白かった。あの、ライブで一番多分前の席で見てはった時に、あかねさんが、なんか、パニーみたいな感じで。え、これ言って、え、いや、それ、その時に、そう、一列目で見たから気づくけど、みたいな。ああ、鼻。ああ、そういうことね。だから、ちょっと、今まで恥ずかしかったなっていう。そう、だから結構やっぱ、客席からいろんなものは見えてくるなっていうか。あと、背とかもね、どんどん飛んでるんちゃうかって思います、ね。そうだと思う。飛んでると思うよ。そうです。気をつけないとダメ。はい、ということでした。はい、今日はたくさんメッセージをご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。でですね、いよいよ、これ明日ですよ。はい。はい、明日イベントがありますね。はい。関西国際空港、南海、ラピート、うん、JR 西日本、はい、はるか。はい。はるか。はるかさん。うん、はるかさん。はるか、はるかね。30周年アニバーサリー。来ました。この日、初出しの、作品とか、まあ、ナンバーといいますか、ネタもあるということですし、はい、全員でね、出演するので、はい。はい、皆さん、ぜひ、明日ですよ、明日。見に来てください。お待ちしております。はい。パフォーマンスの時間言いました？言ってないです。はい。2時15分頃ってお昼ちょい過ぎですね。アバンギャルディの、SNS でも告知しておりますので、はい、そちらの方でぜひチェックしてください。お願いします。明日やな。明日ですね。ね、楽しみはね。まあちょっと、ね、台風でイベントなくなっちゃったりとかもしたので、ね、ちょっとお久しぶりの、はい。ついに、初出しができますね。そうですね。はい。はい。気合入れて。はい。気合入れて頑張りましょう。はい。ということでございました。はい、今週は、アバンギャルディから、パニーとミユが来てくれました。また来てください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、じゃあお別れに一曲。はい。ミユさんお願いします。はい。私も、うん、あの、アンナチュラルというドラマを、はい。さっき言ったんですけど、ね、それを見てるんですけど、はい。そこで流れてる主題歌です。はい。米津玄師さんで、レモン。